手首を時計とこのように反対回りに使った方がいいという話を聞いたのですがどうですかというご質問が来ましたえ基本的には手首のロールなどはあまり考えずにこの構えたアドレスの角度のまま体の向きを変えていくとある程度ヘッドっていうのは上にこのように上昇していきますこのように構えていれば平行移動なんですけれどもゴルフクラブには一応前傾といって下にこう体をしゃがんでる 分がありますのでその分クラブは体を回すとこのように上方に上がってきますそしてそ,れその時に体の向きだけでクラブを動かせた方がこのフェイス面といってこの打突するボールに打つ時の面が変わりませんのでなるべく手の手や腕のねじれをあまり作らずに振った方が優しくボールに当たりやすいです。でこのように時計と反対回りにすると下を向いてしまいますが。 クラブの構造上、この道具が右側に出っ張りのような形になってますので、クラブがどん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 こちらの方に回る傾向がまあとても強いです。ですからそういうこう逆回りにするっていうのは、そのこの時計回りの方にこのようにぐるっと回ってしまうのを予防するためにこう反対回りにしていることでちょっと相殺されてバックスイングが。 このように体で同調して同じように上がっていくようなイメージになるのではないかなと思いますですから基本的には手が動かなければこのまま体と一緒に振っていただければいいのですが大体いい振り上げていくとこのように手を回しすぎてしまう場合がありますので時計と反対回りのようなイメージで上げていった方が クラブに不自然な遠心力がかからずにスイングに入っていけるというような考え方だと思いますいつも動画を見ていただきありがとうございますチャンネル登録、評価お願いしますゴルフでわからないことは下のコメント欄に書いていただけると動画でアップしたいと思いますのでよろしくお願いいたします